起点の長沢町。画像左が原国道1号で、右が旧国道で現在は一般県道。左右に民家が立ち並ぶ。終点の国府町。現在の国道1号と東海道の分岐点。東海道が原県道。愛知県道374号。長沢国府線は愛知県豊川市長沢町から豊川市国府町に至る。 全長約6 8キロメートルの県道である。ほぼ全線にわたり、旧東海道の経路を踏襲している。途中、五遊塾と赤坂塾の中心部を通るため、沿線には非常に古い民家が多い。五遊塾と赤坂塾の間には、五遊の松並木があり、時々観光客が歩いている。五遊の松並木付近は、ウォーキングの道として整備されている。ほぼ全線が一車線で、 特に、五湯町と赤坂町の間の区間は、福音が狭くなっている。五湯塾と赤坂塾の間にある五湯の松並木国道1号の脇道に入り進むと、しばらくの間宮路山の近くを走る。赤坂塾に入り五湯の松並木を通過すれば、五湯塾に入る。一引きの工場を望み、豊川市五湯町を過ぎて、豊川市国府町に入ると、毎年2月には、 国府の市が開かれる国府商店街を通過する国府郵便局などのあたりは蔵のような建物がたくさん見られる国府商店街を抜けるとすぐに終点の交差点に到着するありがとうございます